ってメンタルで整形はできると思っています。なんかまあ持ってると持ってていいんだけど、心の傷かな、傷を傷のままにしない状態にしてあげると、女性は20代だろうが60代だろうがめちゃくちゃ綺麗になります。私はこうって言えるのって自分が譲れない価値観を知ってるかどうかだと思います。いっぱい失敗して、誰よりも失敗したから言える言葉がある。だから殺さなくても大丈夫だよって、生きるために殺さなくて大丈夫だよって言えるんですよね。やっぱりね、あの3秒前は過去っていうね、もう生ゴミだと、捨てちゃえばいいんだっていう、生ゴミも腐っちゃうよとか臭いよっていうことなんですね。溺愛されながらこう稼ぐっていうか、なんか自分の夢をね叶えられるような生き方ができたらいいなということで、プリンセスライフっていう名前を出ていますので、本当にあの自分はできる、自分は豊かになっていいっていうことを本当に自分自身で許してもらって、自分を選んでもらう理由、これがないとやっぱり選ばれるってなかなか難しいですよね。女性の本気をね見せていきたいなっていうふうに思うんですよね。限られたね時間の中で、本当に昨日より今日笑顔でいたいし、生まれてきた使命っていうのは必ず皆さんありますから、まずは自分が輝くこと、そうするといろんなものが引き寄せられてくると思います。私が諦めたら諦めた私を発信してしまうので、子育て中だから大変、介護中だから大変、いろいろあると思うんです、だから何を捨てるわけでもなくて、捨てなくてもできる範囲でやればいいんじゃないかな。自分がまず楽しむ、死ぬ時に、日本の女に生まれてよかった、最高、楽しかった、楽しんだ、怪我しても転んでも石拾って歩けばいいんだと思う。生まれてきただけでチャンスだって思ってます。日本に生まれただけで世界の上位 2% に入ってるんです。もうチャンスだらけですよね。いろんなこと掴んで幸せになるために生まれてきたんだから。でも何かあった時の責任誰が取るんですかみたいな、責任なんか私取りますよって言うんですけど、でもそれでも受け入れてもらえなくて、障害持った子供外に連れて行くと見ないふりされたりとか、だけどどんなにあの辛いことでも、その辛い出来事をいろんな角度から見ると、どっかにちょっとぐらいいいことがあるよなって、どっかに希望があったりとか、あと、このことがあるから何かいいことが、全然上を目指すことだけが素晴らしいわけじゃなくて、今のこの状態を保ったりとか、もっと広い視野でいろんなものを見ていくことが心地いいことだったら、そうしていけばいいし、あとは例えばそのご主人がとっても素敵な方で、その人についていくことが自分の幸せだったら、それは本当に素晴らしいことだと思うし、あと子供が可愛くて可愛くて、今もこの子をとにかく大切に育てたいって思ってたら、そこを一生懸命やればいいし、もう本当にその、自分の心地いいこと、それをやっていけば必ず最後に、あ、よかったなって言えるんじゃないかなって